代表するカリスマ美容師を選出する神カリスマアワード。 BS フジではトップスタイリストたちが追い求めるスタイルについて紐解く神カリスマたち、日本が誇る美容師の技を毎週金曜25時から放送中。さらに本日のアワードの様子が BS フジで放送決定。来年1月15日午後3時30分放送。日本の美容師っていうものは世界でもこれ類を見ない稀有な技術力を有しているんだと思っているんです。日本が誇ります美容師の皆さんを世界に向けて発信できることは大変喜ばしいことではないかと、そう思って今日ここに出てきました。本日は神カリスマ東京2020アワードにご来場いただきまして誠にありがとうございます。7つの市場によって選ばれたカリスマの中のカリスマ美容師たち、なんかサロンでよりはやっぱ一人一人の技術者としてもっと羽ばたける機会になったなと思ったので、すごいいいと思います。嬉しいなっていうのが率直な意見で、まあ社会何か変わるかって言ったらいつもより笑顔が出ちゃうかもしれないですね。坂本さんおめでとうございます。比べたら会場は4倍ぐらい、だんだん派手になってきていいですね。神カリスマ2021お招きいただきありがとうございます。長い美容師をやってて、こうやって評価していただくっていうのは本当にありがたいなというふうに思いますし、毎日お客さんと真剣に向き合ってきてよかったなと思います。今回で2回目ですか。本当にいただけて光栄ですし、どっちかというとこうもっと頑張らなきゃいけないなというプレッシャーの方が多いかもしれないです。産業ではなく日本が世界に誇るべき文化、美容師さんそれぞれの感性、蓄積された技術は何者にも代え難いものだと思っています。本日は神カリスマ2022アワードにご来場いただきまして誠にありがとうございます。本日のアワードは神カリスマ公式 YouTube LINE ライブにて生配信を行っております。ライブ配信をご覧の皆様ご視聴ありがとうございます。本日会場内にて各種取材を行っています。ステージ観覧席の画像、映像が使用される場合があります。あらかじめご了承ください。また、本日は写真、動画撮影が可能です。ハッシュタグ、神カリスマをつけて、インスタグラム、ツイッターなど、SNS での投稿をお願いいたします。
表彰中、携帯電話、スマートフォンはマナーモードへの設定をお願いいたします。会場内は禁煙です。喫煙は所定の場所でお願いいたします。皆様のご協力をお願いいたします。当イベントは新型コロナウイルス感染症感染拡大予防ガイドラインに基づき徹底した対策を講じて開催いたします。お席でお座りの際は必ずマスクを着用するようお願いいたします。登壇される際にはマスクを外していただき、お席にご用意しておりますマスクケースをご利用ください。ステージ上での会話はお控えください。それでは開演いたします。皆様本日は神カリスマ2022アワードにご来場いただきまして誠にありがとうございます。このアワードの模様はライブ配信もされています。ライブ配信をご覧の皆様ご視聴ありがとうございます。当イベントは外務省、経済産業省、厚生労働省、国土交通省観光庁、総務省、東京都、日本政府観光局、日本貿易振興機構よりご講演をいただいております。また新型コロナウイルス感染症感染拡大予防ガイドラインに基づき徹底した対策を講じて進行いたします。本日司会進行を務めますテレビ朝日アナウンサーの竹内恵美と申します。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。さて、神カリスマ2022アワードは日本が世界に誇る美容技術の高さを日本国内だけではなく世界に発信していくことを目的としております。第3回となる今回はいよいよ全国版として国内およそ25万件の美容室、およそ53万人の美容師の中から優れた技術を有する美容師サロンを選出いたしました。まずは新たに全国版に拡大された本アワードの概要についてご説明をさせていただきます。ステージの映像をご覧ください。アニメや和食、伝統芸能などと同様に日本の美容は世界に十分通用する繊細で稀有な技術を持っております。カット、カラー、パーマ、スタイリング等の技術、そしてシャンプーやトリートメントなどの商品も含めた総合ヘアエンターテインメントを提供してきたからこそ、アジア圏はもちろん欧米と比較しても圧倒的なポテンシャルを持つジャンルだと考えております。この日本が誇るコンテンツを世界に広めていくことで、これからの美容を単なる産業から誇るべき文化へと成長させていくことが狙いです。日本全国の厳選されたレストラン、飲食店を紹介するミシュランガイドがございます。それと同様に専属の総合審査員たちが技術力、デザイン性、仕事への真摯な姿勢、今をつかむ表現力、ブランド力、世界への発信力、売上力の合計7項目を神カリスマの選定基準とし、
数値化した正当な評価で、全国53万人の美容師、25万件のサロンの頂点ともいえる日本のスタイリスト、日本のヘアサロンを選出しております。今年の神カリスマ2022アワードもミシュランガイドのようにお店ではなく美容師という個人にフォーカスすることによって、個人のブランディングやカリスマ性を今後さらに大きくしていきたいと考えております。また同時にサロンメニューであるカラー、パーマ、トリートメント&スパの3つのカテゴリーにおいても優れた技術を有するサロンを選出させていただきました。そしてこちらです。今回受賞されたスタイリストやヘアサロンの皆様をご紹介するガイドブックを、神カリスマヘアサロンガイド2022というタイトルで12月18日土曜日に発売いたします。このタイトルは髪の毛の髪や最上という意味での髪、そして神様の神をかけておりまして、髪を通じてライフスタイルを創作する美容師の中でもトップクラスの方々イコール神がかっている技術を有しているという意味を込めております。このような方々をカリスマ美容師と呼ぶことから今回のタイトルをつけることとなりました。こちらの書籍は日本だけではなく海外でも発売されます。ぜひご期待ください。世界一と言われている日本の美容技術が国内外に発信されることで、新たな競争が生まれ、今まで以上に各々が切磋琢磨していく、その相乗効果によって技術力がさらに高まり、未来永劫を続いてほしいという願いのもと開催させていただく運びとなりました。今年も残念ながら各イベントやショーのほとんどが中止となってしまいましたが、今回の神カリスマ2022アワードは2021年美容業界最大級のイベントとして、徹底した対策を講じながら盛大に進めてまいります。第一に大きく変わった点は、おととしスタートした2020、そして去年の2021アワードでは東京エリアに絞った選出となっておりましたが、本年度神カリスマ2022アワードは全国にエリアが拡大され、多くの美容師サロンが選出の対象となっております。去年までの神カリスマ東京2020-2021アワードは、優れた美容技術を持つ美容師を表彰する総合部門、メンズ部門それぞれ一つ星、二つ星、三つ星、優れた美容技術を持つサロンを表彰するカラー部門、パーマ部門、トリートメント&スパ部門の合計5部門で構成されておりました。今回の神カリスマ2022は構成を大きく変更いたしました。順に説明をしていきます。まず一つ目はメインともいえる神カリスマ美容師アワードです。去年までは総合部門、メンズ部門と分かれておりましたが、本アワードから優れた美容技術を持つ美容師として、カット、メンズカット、アレンジ、以上3つのカテゴリーで優れた技術を持つ美容師が一つ星、二つ星、三つ星としてそれぞれ選出されます。これらを受賞された美容師のことを神カリスマ美容師として、この栄誉を称えます。星に関する定義ですが、一つ星は日本トップレベルの高度なカット技術、スタイル作りのセンス、発信力などを持ち合わせたカリスマ美容師、二つ星は世界に通用するスタイル作りのセンスと非常に高度なカット技術を持つカリスマ美容師、三つ星は世界トップレベルに値する高度な技術を持ち、世界のトレンドデザインを作れる究極のカリスマ美容師、以上の各定義のもと神カリスマ美容師として選定されています。続いてもう一つは神カリスマサロンアワードです。
優れた美容技術を持つサロンとして選定されます、選出されます。去年まではカラー部門、パーマ部門、トリートメント&スパ部門と各部門に分けて選出を行っておりましたが、今年からは統一された選出となっており、それぞれ選定の対象となった技術が提示されます。これらを受賞されたサロンのことを神カリスマサロンとしてこの栄誉を称えます。選定の対象となる技術に関しては、去年と同様にカラー、パーマ、トリートメント&スパの3つになります。一軒のサロンが複数の技術で選出される可能性もあり、最高3つのジャンルで選出されれば見事3冠として栄誉が与えられます。果たして今年は3冠美容室が誕生するのでしょうか。ぜひご期待ください。最後に、今年新たに設けられたグレイティインフィニティというアワードの対象となる美容師サロンが選出されます。このグレイティインフィニティのグレイティとは、グレイト、素晴らしい、アビリティ、能力、テクニック、この2つを組み合わせてグレイティ、素晴らしい技術を持つという造語になっております。またこのインフィニティというマークには2つの意味がございます。一つは数字の8という意味です。今年から全国版になり、北海道、東北、関東、中部、近畿、中国、四国、九州、沖縄からなる8つのエリアを意味しております。そしてもう一つは、数字の8を横にしてインフィニティという無限の可能性を意味しています。このように8つの各エリアを代表する素晴らしい能力、そして無限の可能性を持つ美容師サロンを選出する指標がグレイティインフィニティとなります。グレイティインフィニティはカット、メンズカット、カラー、パーマ、アレンジの5つのカテゴリーからなる美容師部門、カット、カラー、パーマ、トリートメント、アレンジの5つのカテゴリーからなるサロン部門、この2つの部門で各カテゴリーの中から選出されます。以上の本アワード概要のもと、国内およそ25万件のサロン、およそ53万人の美容師の中から該当する美容師サロンの方々を選出いたしました。栄えある神カリスマ美容師129名、神カリスマサロン61店舗、グレイティ美容師46名、グレイティサロン193店舗を本日発表いたします。日本の美容業界の頂点に君臨し、日本、そして各エリアを代表するいずれも素晴らしい美容師サロンの方々ばかりです。それでは表彰に先立ちまして、神カリスマ実行委員会副会長を務めていただいております衆議院財務金融委員長、衆議院議員園浦健太郎先生よりご挨拶を申し上げます。園浦副会長、よろしくお願いいたします。皆さんこんにちは。ご紹介をいただきました実行委員会の副会長を務めております園浦でございます。まずは神カリスマ2022、表彰される美容師の皆さん、そしてサロンの皆様に心からお祝いを申し上げます。また選出に当たっていただいた皆様、そしてさまざまな制約がある中でこのアワードの開催に力を尽くしてくださった皆様にも感謝を申し上げたいと思います。僕自身、自分の地元の美容師さんからいろいろ話を伺っていて、このコロナ禍の中でカットする回数が減ったよとか、もっとしんどいのはイベントとか披露宴とかさまざまな催し物が中止や延期になったおかげで髪をセットするお客さんがすごく減ってしまったとか、お店の
対策だけじゃなくて、そういった面においてもさまざまな苦労を重ねられ、そしてそれを乗り越えて今日ここにいらっしゃった皆さんの苦労にまずは敬意を表したいと思います。そしてお礼も申し上げたいと思います。やっぱ髪を切ってセットをしてもらうと心が豊かになります。笑顔になります。全国の25万人の美容師の皆さんの仕事はもちろん髪を整えることではありますけれども、この非常にコロナで殺伐とした世の中で人々に笑顔を与えてくれる、心を豊かにしてくれる、そういう仕事をしていただいていることに本当に一人の国民としても感謝を申し上げたい。皆さんの仕事はそういう仕事なんだということを一人一人が誇りに思っていただいて、世界に発信していただければなと思ってます。そういう感謝の思いや、またこの神カリスマ自身を全国の美容師さんの目標にしていただきたいという思いもあって、今回から全国に対象を拡大し、さらにカテゴリーも再編し広げることによって、より多くの皆様にこのアワードに触れていただく機会を作っていくことになりました。これ自身が全国の美容師を目指す若者たちも含めて憧れの存在であり続けられるように我々も努力をしてまいりますし、もちろん国会議員として美容業界のさらなる発展にも力を尽くしてまいりたいというふうに考えております。改めて今日表彰される皆様に心からおめでとうございますと申し上げまして、開会の挨拶に変えさせていただきます。ありがとうございました。薗浦副会長ありがとうございました。なお本日ご臨席賜る予定でした厚生労働省医薬生活衛生局生活衛生食品安全企画課長西川隆久様ですが、新型コロナウイルス対策における公務の都合で欠席となりました。西川様よりメッセージをいただいておりますので、この場をお借りしまして代読をさせていただきます。本日神カリスマ2022アワードが盛大に開催されましたことを心よりお喜び申し上げますとともに、この度表彰されました美容師美容室の皆様には心よりお祝い申し上げます。さて美容業は今日まで衛生的かつ容姿を美しくしたいという国民の文化的欲求に応えるサービスの提供を通じて国民生活の充実と発展に大いに貢献してまいりました。厚生労働省といたしましては、美容業における公衆衛生の向上および美容業の健全な振興を図るため、関係機関と連携を図りつつ、的確な政策ニーズの把握やさまざまな施策の実施を通じて、美容師や美容室の皆様がその高い技術と能力を最大限に発揮できるよう努めてきたところです。とりわけ長引くコロナ禍によって美容業界も依然として厳しい経営環境に置かれておりますが、引き続き関係機関と力を合わせて一層の支援策を講じてまいる所存です。終わりに、美容は皆様の絶え間ない熱意とご努力によって国民生活に豊かな生活と潤いを与える欠かすことのできない存在となりました。本日受賞された方々をはじめ、すべての美容師美容室の皆様が今後より一層技術とサービスを磨かれ、美容の素晴らしさ、そして多くの人に夢と感動を与え続けられるよう、業界の皆様の発展と成長を心から祈念しまして、私の挨拶とさせていただきます。本日はおめでとうございました。厚生労働省の西川隆久様よりメッセージを頂戴いたしました。それではいよいよアワードの表彰式に移りたいと思います。まずはじめに、今年より新たに設けられた
グレイティインフィニティの表彰から行います。改めてグレイティインフィニティの選定基準を説明いたします。北海道、東北、関東、中部、近畿、中国、四国、九州、沖縄の8つのエリアを代表する素晴らしい能力、そして無限の可能性を持つ美容師サロンを選出するアワードがグレイティインフィニティとなります。さらにカット、メンズカット、カラー、パーマ、アレンジの5つのカテゴリーからなる美容師部門、カット、カラー、パーマ、トリートメント、アレンジの5つのカテゴリーからなるサロン部門の2つの部門で各カテゴリーの中から選出されます。それでは早速発表に参りましょう。記念すべき第1回となるグレイティ美容師グレイティサロンの発表を行います。8つのエリア続けて発表いたします。ステージの映像をご覧ください。Thank you.
皆様おめでとうございます。本アワードは国土交通省観光庁観光地域振興部長大野徹様より盾の贈呈をいただきます。まずは大野部長から一言ご挨拶を頂戴いたします。どうぞよろしくお願いいたします。ただいま、ご紹介いただきました、観光庁で観光地域振興部長をしております大野でございます。本日は神カリスマ2022アワードが、各も盛大に、開催されますことを、心からお喜び申し上げますとともに、本日、受賞される、日本を代表するトップスタイリストの皆様方の、に心より、お祝い申し上げます。新型コロナウイルス感染症の影響がまだ間もない中ですね、全国の旅行業、宿泊業をはじめ飲食業、サービス業など、観光に関わる地域経済全体で今深刻な状況に続いております。観光庁におきましては、観光立国の復活に向けましてコロナ禍の影響を強く受けた観光業の立て直しを図るとともに、ウィズコロナを前提とした旅行ニーズの変化、あるいはデジタル化に対応した事業の再構築、こういったところを支援することとしてございます。特にですね、国内外の観光客が安心して観光を楽しんでいただけるよう、新しい生活様式に沿った観光コンテンツの整備が重要になってきているところでございます。こうした中でですね、魅力ある癒し体験型コンテンツ、こちらの造成を、進めていきたいところでございますが、その一つとして潜在能力を有しているのが日本の美容文化だと考えております。先ほどご紹介ありましたように、全国で約25万件の美容室、そして約53万人の美容師の方々がおられるとお伺いしておりございます。東京のみならず日本全国の神カリスマ皆さん、このような場で広く情報を発信し、美容サービスを体験しやすい環境を実現していくことは、今後の美容文化のさらなる発展につながることと思います。厳しい環境が続く中ですが、技術やサービスが切磋琢磨して磨かれ、そこから生まれる美容文化が世界に誇る観光資源として成長していくことを心から祈念いたしまして、私のご挨拶をさせていただきます。本日はどうぞおめでとうございます。大野部長どうもありがとうございました。なお、初年度より開催にご尽力いただきました元観光庁長官田畑博様にも本日お越しいただいております。田畑様どうもありがとうございます。それでは本日お越しくださいました皆様の代表として、各エリア1名ずつステージに上がっていただきます。なお、ご登壇の際にはマスクを外してお上がりいただきます。ステージ上での会話はお控えください。呼ばれましたら順番にステージへお上がりください。まず北海道エリアを代表しまして、オンザさん、続きまして東北エリアを代表しまして、スランドルさん、代表者の方ステージにお上がりください。続きまして、関東エリアを代表しまして、青木祐樹さん、中部エリアを代表しまして、菅谷亮介さん、近畿エリアを代表しまして、片山達也さん、中国エリアを代表しまして、アミヘアガーデン、代表の方ステージにお上がりください。
四国エリアを代表しましてガルボヘア代表の方ステージにお上がりください。九州沖縄エリアを代表しまして八富カレンさんステージにお願いいたします。それでは大野部長盾の贈呈をお願いいたします。どうぞ大きな拍手をお願いいたします。大きな拍手をお願いいたします。どうぞ拍手をお送りください。どうぞ拍手をお送りください。盛大な拍手をお願いいたします。どうぞ拍手をお願いいたします。どうぞ拍手をお願いいたします。皆様おめでとうございました。グレイティインフィニティを受賞された皆様の中から次回の神カリスマ美容師サロンで選出される方が出てくるでしょうか。大いに期待をしたいと思います。受賞の皆様へ今一度大きな拍手をお送りください。それでは受賞された皆様は盾をスタッフに渡していただきお席へお戻りください。そして大野部長どうもありがとうございました。受賞されました皆様の盾は後日郵送にてお届けをさせていただきます。何卒ご了承ください。
全表彰終了後に写真撮影が順番にございますので、会場内に残っていただきますようお願いをいたします。続きまして、神カリスマサロンアワードの表彰をさせていただきます。この賞は優れた技術を持つサロンとして選出されます。去年まではカラー部門、パーマ部門、トリートメント&スパ部門と各部門に分けて選出を行っておりましたが、今年からは神カリスマサロンとして統一された選出となっており、それぞれ選定の対象となった技術が提示されます。選定の対象となる技術に関しては、去年と同様にカラー、パーマ、トリートメント&スパの3つです。1件のサロンが複数の技術で選出される可能性もあり、最高3つのカテゴリーで選出されれば見事3冠として栄誉が与えられます。果たして今年は3冠サロンが誕生するんでしょうか。ステージの映像をご覧ください。皆様おめでとうございます。サロンアワードは参議院議員今井絵理子先生より盾の贈呈をいただきます。まずは今井先生から一言ご挨拶を頂戴いたします。どうぞよろしくお願いいたします。神カリスマ2022ご開催誠におめでとうございます。そして受賞された皆さんおめでとうございます。今回昨年に引き続き出席させていただいております。お招きいただき本当にありがとうございます。私自身も個人的にさまざまな美容業界でお仕事をされている方、美容師の皆さんとコミュニケーションを取らせていただくことがありますが、やはりコロナ禍でお客さんが少なくなった、経営が難しくなった、本当に皆さんご苦労を抱えながら今日まで頑張ってこられたと思っております。私からも敬意を表したいと思います。私もそうなんですけれども、髪って本当に大事だなと。私は慣れない政治の世界で今5年半
が経ちました。いろんなことがあって悩んだりくじけたり、そういった時に美容室に行くんです。そして美容室で心を整えて、そうした日常生活に欠かせない気持ちまでも変えてくれる美容師さんの、また皆さんの応援団になりたいなと思っております。これからも、まあ、受賞された後も日々挑戦を恐れずに、これからも頑張ってください。そして皆さんの技術は日本にとって宝です。その宝の輝きをもっともっと世界に発信できるよう、私も国会議員として美容業界の発展のために頑張ってまいります。最後に、私も来年新たな挑戦があります。皆さんと同じく輝かしい賞をですね、取れるよう頑張ってまいりたいと思います。本日はおめでとうございます。ありがとうございました。今井先生、ありがとうございます。それでは、サロンアワード一冠を受賞された皆様の代表として、各カテゴリー1名ずつステージに上がっていただきます。なお、ご登壇の際にはマスクを外してお上がりいただきます。ステージ上での会話はお控えください。呼ばれました方から順番にステージへお上がりください。まずカラー部門も代表いたしまして、壱岐表参道代表の方はステージにお上がりください。パーマ部門を代表しまして、ミンクス銀座2丁目店代表の方ステージにお上がりください。トリートメント&スパ部門を代表しまして、シーカ2階代表の方はステージにお上がりください。では今井先生より盾の贈呈です。よろしくお願いいたします。どうぞ大きな拍手をお願いいたします。どうぞ拍手をお送りください。どうぞ拍手をお送りください。おめでとうございます。サロンアワード一冠受賞の皆様へ、今一度大きな拍手をお送りください。それでは皆様、盾をスタッフに渡していただき、お席へお戻りください。今井先生はこの後も表彰が続きますので、ステージにお残りください。次に2冠を獲得しました5サロンの代表の皆様にステージに上がっていただきます。なお、ご登壇の際にはマスクを外してお上がりいただきます。ステージ上での会話はお控えください。呼ばれた方から順番にステージへお上がりください。まずはオーシャン東京代表の方はステージにお願いいたします。
続いてサロンダコタ代表の方ステージにお願いいたします。続いて車中代表の方お願いいたします。いらっしゃいました。続いてノラヘアサロン代表の方ステージにお上がりください。そしてローブ青山代表の方ステージにお願いいたします。今井先生より盾の贈呈です。どうぞよろしくお願いいたします。どうぞ大きな拍手をお願いいたします。どうぞ拍手をお送りください。おめでとうございます。どうぞ拍手をお願いいたします。どうぞ大きな拍手をお願いいたします。おめでとうございました。サロンアワード2冠受賞の皆様へ今一度大きな拍手をお願いいたします。それでは皆様盾をスタッフに渡していただきお席へお戻りください。そして今井先生どうもありがとうございました。受賞された皆様の盾は後日郵送にてお届けをさせていただきます。何卒ご了承ください。全表彰終了後に写真撮影が順番にございますので会場内に残っていただきますようお願いをいたします。ここで神カリスマ実行委員会会長を務めていただいております自由民主党副総裁第92代内閣総理大臣衆議院議員麻生太郎先生がたった今到着をされました。それでは麻生会長にご挨拶をいただきたいと思います。皆様どうぞ拍手でお迎えください。麻生会長よろしくお願いいたします。
麻生太郎です。今年も2022の上カリスマに大勢ご参加をいただきましてありがとうございました。心から感謝を申し上げます。資源の全くないこの国で考えてみてください。紙の上にバーッと手塚治虫がセル画を描いたら、そのセル画サインが入ってたら今1枚いくらで売れる？100万の値がつくよ。何にもないところからパッと絵を描いただけで100万。無から有を生み出してる。何にもないところからいきなりお金を生み出すという、そういうもの、これはハードと違ってソフトです。そういったようなものっていうのは間違いなく資源のないこの国にとってはすごく大きな資源です。皆さんのやっておられる紙を言う、言うのはこれは資源があるかないか、無か有か意見の分かれるところかもしれん。しかし何もないでほっときゃ紙結いっていう職業は成り立たない。しかし昔から男はちょんまげを結い、女は上島、いろいろありますよ、島田言ったりいろいろ表現がありますけど、花魁道中含めていろいろなヘアスタイルいうものを長い歴史の間で作り上げたんじゃないの。研ぎ澄ますとか磨き上げるとか淡いとか儚いとか、そういった何とも言えぬ面白い感情に美を見つけて、良さを思いを込めてその良さをうまいこと作り出してきたいうものがこれだけの歴史になって、そして今日皆さん方の三つ星取った人、そういったようなところに世界中の人がプライベートジェットで予約をして長く待ってここに飛んでくる。バカバカしく無駄な金じゃないかと思う人もいるだろう。しかしそこに価値を見出すいう人もいっぱいいる。そういう人が増えてマーケットは日本じゃなくて世界に広めたんだ。今回谷岡さんたち努力されてこの紙カリスマも東京という地域に限らず全国にそのネットを広げて、ここにも東京以外のところから参加されている方も今年は大勢いらっしゃいます。大変こういったものに意義を見出していただいた皆さん方に感謝しますし、それを類まれな腕を皆さんは磨き上げて、そしてまたこのカリスマのこの東京でさらにおおと思う刺激を受けて、それが皆さん方の技術の向上、意欲の向上につながって、結果としてさらにいいものが生み出される、素晴らしいと思います。ぜひ皆さん方の今回のこの紙カリスマに皆さん方出てきていただいた方、星を取られた方、いろいろいらっしゃると思いますけれども、ぜひそういう意欲を持ち続けてもらうと、それが結果として紙結いという技術、紙を結うという技術が文化として、そしてこの日本を代表するようなものとして評価を日本じゃされてなくても世界がしてくれる、それくらいの誇りを持って今後ともやってくれることを心から期待をしてご挨拶に返させていただきます。受賞された方おめでとうございました。
麻生会長どうもありがとうございました。何かこう物ではなくて皆さんの技術自体が日本の宝だというふうに感じさせてくださるお話でございました。どうもありがとうございました。さあ皆様お待たせをいたしました。いよいよ神カリスマ美容師アワードの発表です。このアワードは美容師個人にフォーカスし、高度なカット技術、スタイル作りのセンス、発信力などを持ち合わせたカリスマ美容師の方々に贈られる賞となります。全国53万人の美容師の中から7つの指標によって選ばれたカリスマの中のカリスマ美容師たち129名。まずは一つ星の発表と表彰をいたします。ステージの映像をご覧ください。皆様おめでとうございます。53万人の中から選ばれたトップレベルの92名の皆様です。まずは一つ星受賞の皆様を代表しまして、敦俊さんステージにお上がりください。ご登壇の際にはマスクを外してお上がりください。敦俊さんはガルテに所属されています。そして
神カリスマ実行委員会薗浦副会長より盾の贈呈です。薗浦副会長、どうぞよろしくお願いいたします。どうぞ大きな拍手をお願いいたします。おめでとうございました。厚俊さんをはじめ神カリスマ美容師アワード一つ星受賞の皆様へ今一度大きな拍手をお送りください。それでは厚俊さん、盾をスタッフに渡していただきお席へお戻りください。薗浦副会長はこの後も表彰が続きますのでステージにお残りください。それでは次の表彰に移らせていただきます。二つ星の発表と表彰をいたします。ステージの映像をご覧ください。おめでとうございます。53万人の中から選ばれたトップレベルの28名の皆様です。二つ星受賞の皆様を代表して石原慎太郎さん、ステージへお願いいたします。ご登壇の際にはマスクを外してお願いいたします。石原さんは党に所属されています。そして薗浦副会長より盾の贈呈をしていただきます。お願いいたします。拍手をお願いいたします。おめでとうございます。石原さんをはじめ神カリスマ美容師アワード二つ星受賞の皆様へ今一度大きな拍手をお送りください。それでは石原さん、盾をスタッフに渡していただきお席へお戻りください。薗浦副会長、どうもありがとうございました。それでは次の表彰に移らせていただきます。三つ星の発表と表彰をいたします。ステージの映像をご覧ください。
皆様おめでとうございます。53万人の中から選ばれた日本が誇る世界最高レベルの9名の皆様です。ご登壇の際にはマスクを外してお上がりいただきます。ステージ上での会話はお控えください。三つ星に関しましては受賞されたすべての皆様にステージにお上がりいただきます。お名前を呼ばれました方からステージへお願いいたします。朝日みつてるさん、ステージへお願いいたします。岡村孝久さん、ステージへお願いいたします。川端健さん、ステージへお願いいたします。高木拓也さん、ステージへお願いいたします。奈良優也さん、ステージへお願いいたします。松永英樹さん、ステージへお願いいたします。宮村博樹さん、ステージへお願いいたします。なお、川島文代さん、松浦美穂さんは都合により欠席でございます。それでは神カリスマ実行委員会を代表しまして麻生会長より盾の贈呈です。麻生会長、よろしくお願いいたします。朝日みつてるさんです。朝日さんはサンバレーに所属されています。おめでとうございます。大きな拍手をお願いいたします。続いて岡村孝久さんです。岡村さんはミンクスに所属されています。どうぞ大きな拍手をお送りください。続いて川端健さんです。川端さんはビュートリアム七里ヶ浜に所属されています。どうぞ大きな拍手をお願いいたします。続いて高木拓也さんです。高木さんはオーシャン東京に所属されています。おめでとうございます。続きまして奈良優也さんです。奈良さんは島原宿に所属されています。おめでとうございます。続いて松永英樹さんです。松永さんはアビーに所属されています。おめでとうございます。続いて宮村博樹さんです。
宮村さんはアフロートに所属されています。おめでとうございます。大きな拍手をお願いいたします。皆様おめでとうございました。でここで写真撮影を行いますので、ステージ上にてお待ちください。薗浦副会長、今井先生、大野部長、皆様ステージへお上がりください。では皆様恐れ入りますが、まずは前方のスチールカメラ中央をご覧ください。続いてスチールカメラの少し左手をご覧いただけますでしょうか。お願いいたします。続いて恐れ入りますが、スチールカメラ右手の方をご覧ください。そしてもう一度中央付近をご覧いただけますと幸いです。お願いいたします。そして皆様恐れ入りますが、会場後方のムービーカメラの方にご覧いただけると幸いです。こちら動画ですので、手を振っていただいたり笑顔でも構いません。どうぞよろしくお願いいたします。あ、それいります。会長ありがとうございます。皆さんありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございました。皆様どうもありがとうございました。麻生会長、薗浦副会長、今井先生、大野部長、どうぞお席へお戻りください。ありがとうございました。なお神カリスマ美容師アワード一つ星二つ星の皆様の盾は後日郵送にてお届けをさせていただきます。何卒ご了承ください。またこの後写真撮影が順番にございますので、会場内に残っていただきますようお願いをいたします。それでは今回の神カリスマ2022アワード受賞者の皆様を代表して、美容師アワード三つ星を受賞されました岡村隆久様より一言ご挨拶を頂戴いたします。お願いいたします。はい、我々美容師にとって一番大切なことは、ヘアデザインを通してお客様を幸せにすることだと思います。そして一人一人のお客様と長くお付き合いして、必要とされ続ける美容師が本物の美容師だと思います。これからもこの賞に恥じないように、お客様にとってなくてはならない、お客様の文化になれるような美容師を目指したいと思います。今日は本当にありがとうございました。岡村様ありがとうございます。そして今一度どうぞ盛大な拍手をお送りください。それでは三つ星を受賞されました皆様、盾をスタッフに渡していただき、お席へお戻りください。神カリスマ2022アワード受賞者の発表は以上となっています。皆様改めまして盛大な拍手をお願いいたします。皆様本当におめでとうございました。冒頭でお伝えしました通り、来週12月18日土曜日より
世界各国で神カリスマ2022ヘアサロンガイドの書籍の販売が決定いたしております。日本だけではなく世界でも発売されます。ぜひご期待ください。またそれに先立ちまして、本日12月7日20時よりAmazonにて予約販売が全世界一斉スタートいたします。ぜひ皆様からも SNS 等を通じて発信していただければ幸いです。それではこちらをご覧ください。日本のカリスマ美容師たちの個の技術を世界に発信していく神カリスマ2022ヘアサロンガイドをベースに選ばれた美容師ヘアサロンを紹介する特別なサイトとして、神スマビューティーが始動しております。本日来ていただいた皆様のご協力なしでは成立しない企画だと考えております。日本のカリスマ美容師との出会いを楽しみにしている世界中から訪れる方たちが、コロナウイルスの収束とともにたくさん来日されることが期待されます。皆様ぜひよろしくお願いいたします。さらに一流の技術と考え方を教育の力で発信する動画配信サービス、カミスマックスが新たにリリースされました。一流の証でもある神カリスマを受賞された方々を中心にご出演いただき、時代を担う美容師を育成する新しいオンライン教育プラットフォームとして豊富なコンテンツを配信していきます。こちらも合わせてよろしくお願いいたします。また最後にこちらの映像をご覧ください。次回の神カリスマ2023アワードは2022年12月13日火曜日に開催が決定いたしました。第4回を迎える次回開催も全国版として盛大に行ってまいります。グレイティインフィニティから星へ、また栄冠に輝く美容室や新たな三つ星、二つ星、一つ星美容師は誕生するのでしょうか。ぜひご期待ください。以上をもちまして表彰式を終了させていただきます。本日は神カリスマ2022アワードにご来場いただきまして誠にありがとうございました。この後受賞されました皆様の写真撮影を順番に行います。神カリスマ美容師アワード二つ星一つ星受賞の皆様、
神カリスマサロンアワード受賞の皆様、グレイティインフィニティ受賞の皆様の順番で進めてまいります。お名前を呼ばれました方からステージへお集まりください。写真撮影は回数を分けて撮影をさせていただきます。撮影準備のため今しばらくお席にてお待ちください。この後準備が整い次第写真撮影に移ります。どうぞお帰りにならずにお席にいてお待ちください。
この後写真撮影を行いますので、どうぞ皆様お席にてお待ちください。まもなく写真撮影を開始させていただきます。どうぞ皆様お席にてお待ちください。皆様お待たせをいたしております。受賞されました皆様の写真撮影を行います。神カリスマ美容師アワード2つ星1つ星受賞の皆様、神カリスマサロンアワード受賞の皆様、グレイティインフィニティ受賞の皆様の順番で進めてまいります。写真撮影は回数を分けて撮影をさせていただきます。お名前を呼ばれました方からステージへお集まりください。ご登壇の際にはマスクを外してお上がりいただきます。ステージ上での会話はお控えください。また神カリスマサロンアワードグレイティ受賞の皆様は今しばらくお席にてお待ちください。お名前は3回お呼びさせていただきます。いらっしゃらない場合は申し訳ございませんが、時間の都合上先に進めさせていただきます。それではお待たせをいたしました。美容師アワード2つ星受賞の皆様から撮影をいたします。お名前を呼ばれました受賞者の皆様はステージへお集まりください。マスクを外して会話は極力控えて撮影をさせていただきます。石原慎太郎様、板倉満様、井出井直介様、岩さん様、片山良平様、片山良平様、片山良平様、どうぞいらっしゃいましたらステージにお上がりください。河野よしき様、斉藤翔太様、渋谷健太郎様、高木雄介様、塚本茂様、戸場直康様、豊田長秀様、中村明宏様、中村富吉様、夏美様、夏美様、晩様、細井豊様、堀江正樹様、
宮地則義様、宮二つ星受賞の方でまだ名前を呼ばれていないという方がいらっしゃいましたらお知らせください。準備が整いましたので、薗浦副会長、今井先生、大野部長、ステージへご移動をお願いいたします。お待たせをいたしました。まずは中央付近スチールカメラに向かってお願いいたします。はい、よろしいでしょうか。そうですね、皆様個人のスマホなどでも撮影をされています。ありがとうございます。続いて会場奥のムービーカメラの方に向かってお願いいたします。ぜひ笑顔で手などを振っていただいても構いません。恐れ入りますありがとうございます。皆様どうもありがとうございました。二つ星受賞の皆様どうぞお席にお戻りください。薗浦副会長、今井先生、大野部長はもう一度この後撮影がありますので、一度ステージ上端にお椅子がご用意しておりますので、そちらでお待ちください。それでは美容師アワード一つ星受賞の皆様の撮影をいたします。こちらは回数を分けて撮影いたしますので、お名前を呼ばれた方からステージにお上がりください。マスクを外して会話は極力控えて撮影をさせていただきます。相葉和正様、赤松美和様、あがたさとみ様、あつとし様、天野聖也様、あらいなつみ様、飯田隆司様、飯田隆司様、池戸裕二様、石川秀則様、磯田元則様、一世様、伊藤類様、
岩井優也様、内野明宏様、江崎義隆様、大野義郎様、小田島信人様、小村純子様、加藤貴子様、金子文様、小金田和樹様、菅野祐樹様、菊池雄太様、それではお待たせをいたしました、薗浦副会長、今井先生、大野部長、どうぞよろしくお願いいたします。それではまずはスチールカメラ中央付近をご覧ください。はい、どうぞ中央付近に、ね、手を挙げてくださっている方もいらっしゃいますので、どうぞ、はい、前方付近にもいらっしゃいますね。はい、ぜひ笑顔でもよろしくお願いいたします。はい、続いて会場後方のムービーカメラの方に目線をお願いいたします。こちら動いていただいても構いませんので、ご自由にお願いいたします。ありがとうございますはい、ありがとうございました。それではですね、一つ星受賞の皆様お席にお戻りください。そして薗浦副会長、今井先生、大野部長は再びお待ちいただけますでしょうか。恐れ入ります。続いて美容師アワード一つ星、続いての組のお名前を呼ばせていただきます。木村一平様、国様、倉田和馬様、クロス三男様、小牧様、坂狩り智孝様、坂巻哲也様、桜井明夫様、佐藤真理様、佐藤真理様、
科2階の佐藤真理さんいらっしゃいますか。 C 科2階の佐藤真理さんいらっしゃいますでしょうか。沢木正則様、沢野秀樹様、重永弘則様、しだらまさき様、しめかけしんじ様、ジュリアン様、寺田壮太様、高橋和義様、土田哲也様、戸崎康介様、利島武国様、土橋隼人様、富山智弘様、中尾康義様、ではお待たせをいたしました。薗浦副会長、今井先生、大野部長、お願いいたします。お待たせをいたしました。はい、それではスチールカメラ中央部分をご覧ください。上げていただきましたら、そちらをどうぞ皆さんご覧ください。では続いて会場後方のムービーカメラの方をご覧ください。どうぞ手を振っていただいたり動きをつけていただいても構いません。ありがとうございますはい、はい、ではご登壇の一つ星受賞の皆様ありがとうございました。薗浦副会長、今井先生、大野部長、再び今しばらくお待ちください。続いてお名前をお呼びさせていただきます。重永弘則様、重永弘則様、
エアー福岡に所属していらっしゃいます重永博則様、いらっしゃいましたらステージにお願いいたします。エアー福岡に所属されています重永博則様、いらっしゃいましたらステージ上にお願いいたします。続いて長戸正和様、長戸正和様、はい、ありがとうございます。中野太郎様、長山祐希様、ノブ様、畑なるみ様、深町健也様、福井辰政様、堀内邦夫様、堀之内大輔様、本田春彦様、前田渉様、前原穂高様、増田和俊様、西名康平様、森内正樹様、八木花子様、安田幸義様、柳原博樹様、ゆうま様、吉井徹様、流星様、渡郎様、賞を受賞されました方でまだお名前を呼ばれていないという方がいらっしゃいましたらお知らせください。他に一つ星を受賞されました方でお名前を呼ばれていないという方がいらっしゃいましたらお知らせください。
ではお待たせをいたしました。副会長今井先生、大野部長お願いいたします。ありがとうございます。では中央付近ご覧ください。続いて会場後方のムービーカメラの方をご覧ください。はい、笑顔で少し動いていただいても構いません。はい、ではご登壇の一つ星受賞の皆様、どうもありがとうございました。薗浦副会長、今井先生、大野部長、今しばらくお待ちください。それでは続きまして、サロンアワード受賞の皆様の撮影をいたします。サロンアワードは各サロンより代表の方1名ずつお上がりください。サロンのお名前を呼ばれました代表者の方はステージにお集まりください。マスクを外して会話は極力控えて撮影をさせていただきます。まずはサロンアワード2冠の皆様です。オーシャン東京代表の方お願いいたします。サロンダコタ代表の方、ステージにお上がりください。車中代表の方、ステージにお願いいたします。ノラヘアサロン代表の方お願いいたします。ローブ青山代表の方、ステージにお上がりください。続いてサロンアワード1冠の方のお名前を呼ばせていただきます。アピッシュ青山代表の方お願いいたします。アピッシュ銀座代表の方お願いいたします。アフロート銀座代表の方、ステージにお上がりください。アマータの方、どうぞステージにお上がりください。イキ表参道の代表の方お願いいたします。イル代表の方お願いいたします。イロ代表の方、ステージにお上がりください。イロ代表の方いらっしゃいましたら、どうぞステージにお上がりください。
色の代表の方いらっしゃいませんでしょうか。色代表の方どうぞステージにお上がりください。続いてビレ代表の方お願いいたします。続いて宇賀披露店の方ステージ上にお上がりください。ガーラ代表の方お願いいたします。カナン銀座代表の方お願いいたします。コクーン表参道代表の方ステージにお上がりください。サインの方お願いいたします。ザックの方お願いいたします。サバービア代表の方ステージにお願いいたします。の方お願いいたします。サンバレイの方ステージにお願いいたします。シアの方ステージにお上がりください。シアンの方ステージにお願いいたします。シアンの方いらっしゃいましたらどうぞステージにお上がりください。シアンの方いらっしゃいましたらステージにお上がりください。さあ皆様大変お待たせをいたしました。薗浦副会長、今井先生、大野部長お願いいたします。何度も申し訳ございません。よろしくお願いいたします。ではまずはスチールカメラ、レッドカーペットあたりをご覧ください。はい、ぜひ笑顔もお願いいたします。ございます。続いては会場後方のムービーカメラに向かってぜひ笑顔お願いいたします。手を振っていただいても構いません。少し動きをつけていただけますと幸いです。恐れ入ります。ありがとうございます。はい、では今ご登壇の皆様お席にお戻りください。薗浦副会長、今井先生、大野部長、再びお待ちください。続いてサロンアワード一冠の方を引き続きお呼びさせていただきます。シーカ2階の代表の方
ステージにお上がりください。ジェニュインの代表の方、ステージにどうぞ。ジェの代表の方、お願いいたします。島青山の代表の方、ステージにお上がりください。島原宿の代表の方、お願いいたします。島原宿の代表の方、いらっしゃいましたらお願いいたします。シンシアリーの方、ステージにお上がりください。の方、どうぞステージにお上がりください。ニュートラルドアの代表の方、ステージにお願いいたします。ピークアブー銀座中央通り代表の方、お願いいたします。ピープルの方、お願いいたします。の代表の方、いらっしゃいましたらステージ上にお願いいたします。ピチカートの方、いらっしゃいましたらどうぞステージにお越しください。ビュートリアム七里ヶ浜の代表の方、ステージにお願いいたします。フィルムス新宿の代表の方、お願いいたします。ブリンクの方、お願いいたします。ブロックジャポンの方、お願いいたします。ブロックジャポンの代表の方、いらっしゃいましたらステージにお願いいたします。ブロックジャポンの代表の方、いらっしゃいますでしょうか。いらっしゃいましたらステージにお願いいたします。ベレーザ代表の方、お願いいたします。マグノリア青山の方、お願いいたします。ミンクス銀座店の方、お願いいたします。ミンクス銀座2丁目店の方、お願いいたします。ユーレルム表参道の代表の方、いらっしゃいましたらお願いいたします。
ラグゼ代表の方お願いいたします。ラ・ファミリアの代表の方お願いいたします。ラ・ファミリアの代表の方いらっしゃいましたらステージにお願いいたします。ラ・ファミリアの方いらっしゃいますでしょうか。いらっしゃいましたらラ・ファミリアの方いらっしゃいませんでしょうか。続いてリップス原宿の代表の方お願いいたします。ローネス表参道代表の方ステージにお越しください。それではその浦副会長今井先生、大野部長お待たせをいたしました。お願いいたします。ではレッドカーペット上のスチールカメラからお願いいたします。たくさんの方もスマホを掲げて写真を撮ってくださっています。スチールカメラの方ぜひいい笑顔を切り取ってください。お願いいたします。ここでサロンアワード一環でまだ呼ばれていないという方いらっしゃいましたらお知らせください。サロンアワード一環でまだ呼ばれていないという方、先ほど色代表の方をお呼びしましたがいらっしゃらなかったようですね。あとブロックジャポン代表の方、ラ・ファミリアの方、お名前をお呼びしましたがご登壇いただいてないようですけれども、もしこのタイミングでいらっしゃいましたらお声掛けください。お待たせいたしました。続いて奥のムービーカメラお願いいたします。ではありがとうございました。ご登壇の皆様お席にお戻りください。薗浦副会長、今井先生、大野部長、今しばらくお待ちください。それでは大変長らくお待たせをいたしております。グレイティインフィニティの写真の撮影に移らせていただきます。まずは北海道エリアのウル代表の方いらっしゃいましたらお願いいたします。続きましてオンザの方いらっしゃいましたらお願いいたします。続きまして北海道エリアオンザの代表の方いらっしゃいましたらステージにお願いいたします。北海道エリアオンザの方いらっしゃいましたらステージ上にお願いいたします。続きましてソルトウィークエンド代表の方どうぞステージにお上がりください。ファ
続いて俳句代表の方をお願いいたします。美子代表の方お願いいたします。ブルック代表の方お願いいたします。続いて東北エリア3代表の方お願いいたします。続いてヘア&スペースセブンブリッジ代表の方お願いいたします。ヨーク代表の方お願いいたします。リアン代表の方ステージにお上がりください。スランドル代表の方ステージにお上がりください。ここまで北海道エリア東北エリアのグレイティーフィーティーの、代表の方お名前をお呼びしましたが、この中で北海道エリア東北エリアでまだお名前を呼ばれていないという受賞の方いらっしゃいましたらお知らせください。ここまでグレイティーインフィニティ北海道エリア東北エリアでまだお名前を呼ばれていないという方いらっしゃいましたらお知らせください。ステージ上の方恐れ入りますが今しばらくお待ちください。はい、続いて関東エリアの方をお呼びさせていただきます。茂木真一様、青木祐希様、あやと様、磯部忠勝様、岩井綾乃様、小倉太郎様、長田宝様、小野大輔様、鎌形亮様、愛東京に所属されています鎌形亮様、いらっしゃいましたらお願いいたします。小池蓮太郎様、小西恭平様、今野優也様、斉藤剛様、斉藤剛様、島田恵里子様、
下村幸宏様、初賀博士様、それでは長らくお待たせをいたしました、園浦副会長、今井先生、大野部長、お願いいたします。はい、それではお待たせをいたしました。まずはスチールカメラの方からお願いいたします。手を挙げていただいております。どうぞ笑顔でお願いいたします。はい、続きまして会場後方のムービーカメラお願いいたします。ぜひ笑顔でお願いいたします。はい、どうもありがとうございました。ご登壇の皆様、どうぞお席にお戻りください。副会長、今井先生、大野部長、それありますが、もう一度お待ちください。はい、続いてお名前を呼ばせていただきます。田辺かな様、田辺かな様、時枝弘明様、徳永相馬様、原田真也様、ヘギー翔太様、真島隆博様、村田勝利様、真島隆博様、アフロート銀座に所属されています真島隆博様、いらっしゃいました。大丈夫ですか。はい、お連れ入ります。村田勝利様、今山崎健吾様、山崎健吾様、野口彩子様、野口彩子様、続いてサロン名になりますので、代表の方ステージにお上がりください。エッジ代表の方、ステージにお上がりください。リズヘアデザインの代表の方、お願いいたします。狩岡代表の方、お願いいたします。
狩岡代表の方いらっしゃいましたらステージにお上がりください。狩岡代表の方いらっしゃいませんでしょうか。いらっしゃいましたらステージにお上がりください。狩岡代表の方いらっしゃいましたらステージにお上がりください。続いてナチュラルヘアデザイニング代表の方いらっしゃいましたらステージにお願いいたします。リリバイグランツ代表の方お願いいたします。続いてエイミーバイアフロートザ・ガーデンの代表の方お願いいたします。コットン代表の方お願いいたします。タイプ大宮の方お願いいたします。レディアル代表の方お願いいたします。レディアル代表の方お願いいたします。茂木真一さん、失礼いたしました。アンジェリーク代表の方お願いいたします。続いて海と砂原美容室代表の方お願いいたします。エニー代表の方お願いいたします。ザ・サードヘア津田沼代表の方ステージにお上がりください。ザ・サードヘア津田沼代表の方お願いいたします。シェルブ代表の方お願いいたします。シロ代表の方どうぞステージにお上がりください。デザインフォーヘア代表の方どうぞステージにお上がりください。ハーモニーヘア&ハピネス代表の方どうぞステージにお上がりください。皆様お待たせをいたしました。それでは薗浦副会長、今井先生、大野部長ご参加お願いいたします。ではスチールカメラからになります。レッドカーペット上にいらっしゃいます皆様どうぞ撮影をお願いいたします。ぜひ SNS などでハッシュタグ神カリスマをつけて拡散していただけますと幸いです。どうぞよろしくお願いいたします。ただいまスチールカメラの皆様の撮影を行っています。続いて後方のムービーカメラに向かってぜひ笑顔で手などを動かしていただけると嬉しいです。お願いいたします。ありがとうございます。大変長らくお待たせをいたしました。ありがとうございます。ではありがとうございました。ご登壇の皆様お席にお戻りください。薗浦副会長、今井先生、大野部長、再びお休みください。すみません。続きましてブリッツレボルトの代表の方いらっしゃいましたらステージ上にお願いいたします。ホリー代表の方お願いいたします。アソート
と青山代表の方、ステージにお上がりください。アリスバイアフロートの代表の方、お願いいたします。アルケム代表の方、お願いいたします。アンプラグド代表の方、ステージにお願いいたします。イボーク東京代表の方、お願いいたします。イト代表の方、お願いいたします。イト代表の方いらっしゃいましたら、ステージにお上がりください。イト代表の方いらっしゃいましたら、お願いいたします。イト代表の方いらっしゃいませんでしょうか。続いてエイド代表の方、お願いいたします。エイド代表の方いらっしゃいませんでしょうか。エクラ代表の方、お願いいたします。エリルミーフロームザック、エリルミーフロームザック代表の方、お願いいたします。エルマノ代表の方、お願いいたします。ガリカ、ガリカ代表の方、お願いいたします。そしてエルマノ代表の方いらっしゃいましたら、お願いいたします。エルマノ代表の方いらっしゃいましたら、お願いいたします。きっかけアットデプス代表の方、お願いいたします。きっかけアットデプス代表の方、お願いいたします。きっかけアットデプスの方いらっしゃいませんでしょうか。You can't put it on your sleigh. You know me so well. Nobody else can do what you do. グエンコ代表の方、お願いいたします。I just wanna fall in love this Christmas. I just wanna fall. シアター代表の方、ステージにお上がりください。シアター代表の方いらっしゃいませんでしょうか。シアター代表の方はいらっしゃいませんでしょうか。ジーナ渋谷本店代表の方、お願いいたします。ステアケース代表の方、ステージにお上がりください。ソース代表の方、お願いいたします。ソース代表の方いらっしゃいましたら、ステージにお上がりください。ソース代表の方いらっしゃらないでしょうか。続いては
トレス表参道の方、ステージにお上がりください。トレス表参道の方、お願いいたします。ネイビーの方、お願いいたします。ネストの方、お願いいたします。パーク代表の方、お願いいたします。パール代表の方、お願いいたします。フレイバ代表の方、お願いいたします。ヘアイズムブランシェ代表の方、どうぞステージにお上がりください。はい、お待たせをいたしました。それでは薗浦副会長、今井先生、大野部長、よろしくお願いいたします。皆様大変長らくお待たせをいたしました。まずはスチールカメラからの撮影です。どうぞ皆様スマホなどでもたくさんお写真撮っていただいて、ハッシュタグ神カリスマをつけて拡散していただけますと幸いです。どうぞよろしくお願いいたします。どうぞ皆様笑顔でお願いいたします。それでは続きまして、後方ムービーカメラの方をご覧ください。どうぞ。今井先生ありがとうございます。手を振っていただいて、皆様も手を振っていただける方どうぞ。ムービーカメラですので動いていただいても構いません。はい、皆様どうもありがとうございました。ご登壇の皆様お席にお戻りください。薗浦副会長、今井先生、大野部長、再びお待ちください。皆様大変長らくお待たせをいたしております。続いての写真撮影の皆様の名前を呼ばせていただきます。ホテリー代表の方、お願いいたします。ミー代表の方、お願いいたします。ミー代表の方、お願いいたします。ミー代表の方いらっしゃいませんでしょうか。続いてユーレルム銀座代表の方、お願いいたします。リンネ代表の方、ステージにお上がりください。ローラン代表の方、お願いいたします。ログ表参道の方、お願いいたします。アピッシュココ代表の方、お願いします。アピッシュココの方、はい、続いてアフィナー代表の方、お願いいたします。アメリトータルビューティー代表の方、ステージにお上がりください。オーダー代表の方、ステージにお上がりください。ドレス代表の方、お願いします。続いてボニータバイラファミリア代表の方、お願いいたします。
ミラー代表の方をお願いいたします。ミラリーバイアフロートの方お願いいたします。ここまでで関東エリアでお名前を呼ばれていないという方いらっしゃいましたらお知らせください。ここまで関東エリアでないお名前を呼ばれていないという方いらっしゃいましたらお知らせください。続いて中部エリアの皆様のお名前を呼ばせていただきます。彦坂正弘様、沢井拓也様、沢井拓也様、ありがとうございます。続きまして菅谷良介様、続いてディディ代表の方お願いいたします。ディディ代表の方、はい、続いてワンバイワンヘア代表の方お願いいたします。カッツヘア代表の方お願いいたします。ヘアデザインルームニコ代表の方お願いします。ザ・カバナ代表の方お願いいたします。ベルパの方お願いします。ヌークの方お願いいたします。シアンヘアデザインの代表の方ステージにお上がりください。大変長らくお待たせをいたしました。それではお待たせをいたしました、薗浦副会長、今井先生、大野部長、お願いいたします。ありがとうございます。それでは撮影に参りましょう。レッドカーペット上のスチールカメラから撮影をお願いいたします。はい、では続きまして後方のムービーカメラお願いいたします。何度もご説明して恐縮ですが、どうぞ手を振っていただいたりありがとうございます。笑顔でぜひお願いいたします。はい、皆様どうもありがとうございました。どうぞご自分のお席にお戻りください。先生方、大野部長、今しばらくお待ちください。皆様大変長らくお待たせをいたしております。続いてシェル代表の方お願いいたします。マーケット代表の方お願いいたします。レガロ代表の方ステージにお上がりください。アフロート名古屋の方お願いいたします。イデア代表の方お願いいたします。ウィット代表の方ステージにお上がりください。ザ・オーダー代表の方ステージにお上がりください。タブー K 代表の方お願いいたします。
つなぐ代表の方、ステージにお上がりください。ニール代表の方、お上がりください。ニール代表の方、お願いいたします。ノエ名古屋の方、お願いいたします。ボタニウムバイアールサロン代表の方、ステージにお上がりください。マイヘアデザイン代表の方、お願いいたします。ミハス代表の方、どうぞ。ヤント代表の方、ステージにお願いいたします。ラキング代表の方、お願いいたします。ローレン代表の方、どうぞステージにお上がりください。ローレン代表の方、はい、恐れ入ります。ワーカー代表の方、お願いいたします。ワーカー代表の方、いらっしゃいましたらステージにお上がりください。ワーカー代表の方、いらっしゃいませんでしょうか。続いて片山達也様、森田優様、ディクト代表の方、ディクト代表の方、ジルジェニー代表の方、パハプスセントラル代表の方、ブローチ代表の方、ブローチ代表の方、はい、アミ代表の方、お願いいたします。それでは長らくお待たせをいたしました、薗浦副会長、今井先生、大野部長、お願いいたします。ではお待たせをいたしました、スチール撮影からお願いいたします。皆様お待たせをして申し訳ありません。ぜひここ一番の笑顔お願いいたします。恐れ入ります。はい、続いてでは会場奥のムービーお願いします。ぜひいい笑顔、そして手などを振っていただけると嬉しいです。恐れ入ります。ありがとうございます。はい、ありがとうございました。どうぞ皆様お席にお戻りください。薗浦副会長、今井先生、大野部長、今しばらくお待ちください。皆様大変長らくお待たせをしまして申し訳ございません。続いての方、お呼びさせていただきます。獅子代表の方、お願いします。ルエ代表の方、お願いいたします。レイ東京代表の方、失礼しました、レイ京都代表の方、レイ京都代表の方、お願いいたします。ローグ代表の方、お願いいたします。アバント代表の方、お願いいたします。キピ代表の方、お願いします。キャレヘア代表の方、お願いします。
サンヘア代表の方お願いいたします。シャウル・デッサン代表の方ステージにお越しください。シャウル・デッサン代表の方いらっしゃいませんでしょうか。どうぞステージにお上がりください。ハイル代表の方お願いします。ヘアメイクユイとベラ代表の方お願いいたします。失礼しました。ヘアメイクユイと代表の方お願いいたします。リップス梅田ロフト代表の方お願いいたします。リム代表の方お願いします。リンド東京代表の方お願いします。サンシーズ代表の方お願いします。サンシーズ代表の方お願いいたします。シュプール代表の方ステージにお上がりください。代表の方お願いいたします。フリーク代表の方お願いいたします。ここまで近畿エリアの方をお呼びしましたが、まだ呼ばれていないという方いらっしゃいましたらお知らせください。続いて中国エリアに参ります。スミス代表の方、フェイバリットガーデン代表の方、ティティヘアコーディネート代表の方、ミヘアガーデン代表の方、それいます、すみません、はい、ゴールド名古屋の代表の方お願いいたします。チャプター代表の方お願いします。アンファング代表の方お願いします。ファッジ代表の方お願いします。レベヘア代表の方お願いいたします。はい、では卒園に参ります。薗浦副会長、今井先生、大野部長お願いいたします。先生がいらっしゃいますか、ね、あ、恐れ入ります、お待たせいたしました、失礼いたしました。では写真撮影参りましょう、お願いいたします。はい、まずはスチールカメラですね、お願いいたします。はい、レッドカーペット付近をご覧ください。皆様長らくお待たせをいたしました。どうぞいい笑顔でお願いいたします。続きましてムービーカメラ参りましょう。会場広報お願いいたします。皆様ありがとうございます。手を振っていただいて恐れ入ります。大変長らくお待たせをいたしました。はい、
ではこれにてこちらの写真撮影終わります。ご登壇の方どうぞお席にお戻りください。薗浦副会長、今井先生、大野部長、今しばらくお待ちください。はい、皆様大変長らくお待たせをいたしております。レガーレ代表の方お願いいたします。レター代表の方、ローリーヘアデザイン代表の方、ローリーヘアデザイン代表の方、千歳代表の方お願いいたします。千歳代表の方お願いいたします。はい、ここまで中国エリアの皆様のお名前をお呼びしました。まだ呼ばれていないという方いらっしゃいましたらお知らせください。続いて四国エリアに参ります。ココモ代表の方お願いします。ダブル代表の方、ガルボヘア代表の方、ガルボヘア代表の方、以上で四国エリアの皆様お呼びしましたが、四国エリアでまだ呼ばれていないという方いらっしゃいましたらお願いいたします。この後九州沖縄エリアの皆さんをお呼びする予定です。九州沖縄エリア以外でまだ呼ばれていないという方、グレイティインフィニティ受賞の方で、はい、大丈夫でしょうか。では続いて上村雅人様お願いします。三つ丸かすみ様、やとみかれん様、今村翔太様、やとみかれん様、今村翔太様、今村翔太様、ローランドに所属の今村翔太様、エアー福岡代表の方お願いいたします。エアー福岡代表の方いらっしゃいましたらお願いいたします。エリン代表の方、エリン代表の方お願いいたします。シェリヘアデザイン代表の方、ゾーイ代表の方、ゾーイ代表の方、ナンバー代表の方、ピアヘアデザイン代表の方、ピアヘアデザイン代表の方、フェプヘアショップ代表の方、プラステル美容室代表の方、プラステル美容室代表の方いらっしゃいますでしょうか。ボタン代表の方、ルイ代表の方、アパートメントヘア代表の方、
ドッツ代表の方、カムジーヘッド代表の方、メゾンアメリ代表の方、ここまででグレイティインフィニティの方でお名前を呼ばれていないという方いらっしゃいましたらお知らせください。こちらが最後の撮影の回となります。ここまででグレイティインフィニティで名前を呼ばれていないという方いらっしゃいましたらどうぞお知らせください。はい、大変皆様長らくお待たせをいたしました。薗浦副会長、今井先生、大野部長、最後の撮影会になります。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。ではまずはスチールカメラからです。レッドカーペットどうぞご覧ください。では最後のムービーカメラの撮影です。どうぞよろしくお願いいたします。皆さん手を振っていただけると嬉しいです。皆様大変長らくお待たせをいたしまして申し訳ございません。ありがとうございます。はい、皆様どうもありがとうございました。ご登壇の皆様どうぞお席にお戻りください。以上をもちまして写真撮影終了といたします。薗浦副会長、今井先生、大野部長、長い時間お付き合いいただきまして大変ありがとうございました。そしてライブ配信をご覧の皆様、ご視聴いただきまして誠にありがとうございました。来年神カリスマ2023アワードでお会いしましょう。